スマイフットツー、宮田俊也、スノーマン、佐久間大介と、お揃い、の〇〇明石ファン、怖い。キスマイフットツー、宮田俊也がパーソナリティを務めるラジオ番組、ねん、萌え、えよ。ラジオ、FM 横浜。10月11日放送回では、事務所の後輩であり、アニメオタク仲間、のスノーマン、佐久間大介との親密エピソードを明かした。その中で衝撃的な情報も飛び出し、番組を聞いたファンからは、怖い、といった感想も上がっている。番組前半の近況トークで、車、買い替えたいなって思ってて、と切り出した宮田。現在の愛車は6から7年間も乗っているそうだが、自分に似合う車がわからない、とか。運転免許を取得後、初めて買った車に乗っていた時は縁石に擦ってしまったりと、アクシデントに見舞われたという。それで一回、もうちょっと高さのある車がいいなと思って。SUV、スポーツ用多目的車、ちょっと視界が高い車に変えたのよ。そしたらあんまりぶつけなくなったというか、俺も運転技術が上がったんでしょうね。だから、もうちょい大きい車に乗りたいなぁなんて思ってるんだよね、今。